はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ヤマハの L102 という小型のモデル、めっちゃおしゃれな猫足の木目が入ってきました。蓋がですね、斜めに開くグランドピアノみたいにね、ちょっと作りがちょっと普通のと変わった感じなんですが、可愛らしいですね。こういう小さなピアノを探している方実は多くてですね、小さいヤマハ可愛いないですかって問い合わせ結構多いんですよね。やっと入ってきました。多分すぐ決まっちゃうかな。猫足ね、可愛いでしょ。足のとこが猫足になってる、まあ、艶のあるね木目になります。中はこんな感じです。 L102、 製造番号は3422853ですね。中綺麗ですね。すごい状態綺麗です。これ、大事に使ってはったんや思いますが、蓋のところの上の傷もあんまりないですね。ピカピカですね。これは素晴らしい。ペダルは金ピカに光りますからね、これからね、大丈夫ですよ。はい、それでは音を聞いてもらいましょう。どんな音がするのかな。まずは今日は F シャープの音から。あ、よくなりますね。あ、よとしてる。おお、小型のピアノのね、大型ピアノに比べたらパワーはないですが、まあ普通の家でそんなでかい音いりませんから、これぐらいになってくる。ああ、ようなる。すごいね。ほとんどレパートリーのないクラシックのジャンルです。マイナーというとなんかこんなのが降りてきましたね。これぐらいにしておきます。ちょっと長くなりすぎました。これぐらいにしておきます。もう調子に乗ってなんぼでも弾いてしまいますのでね。Am ですね。はい。
あのあれですちょっと今あのなんていうかトランス状態かあのなんか入り込んでしまいましたねこの中にね。いやこんなことあるんですね。ヤマハの L102 のご紹介でした。演奏に陶酔してる場合じゃありません。だいぶ間違えましたけど、ヤマハの L102 本当に小型の可愛らしいもうこじんまりとしたピアノです。パワーもそんなね大型ピアノに比べたら大きくはありませんが一般家庭には十分すぐれ十分のピアノです。まあ見ただけでも可愛らしいのはいいですよね。めったに出ないあのヤマハの小型、こういうの探してたという方は一刻も早くお知らせください。それでは失礼いたします。さよなら。